男性はずっと一緒にいたい、そう思う女性に対してこんな態度を見せるんです。こんにちは、小川健二です。このチャンネルでは人間の思考や行動の本質にフォーカスすることで、恋愛や仕事などあなたの日常をより豊かにしていくためのアイデアやヒントを紹介しています。動画はほぼ毎日更新しています。最新の動画を見逃さないためにもチャンネルの登録をよろしくお願いします。また僕への個別具体的なご質問ご相談については僕の個別セッションまでお越しください。ずっと一緒にいたい、彼女とこの先も同じ時間を過ごしたい、そう思う女性に対して男性はどんな態度や行動を見せるのか、今日はその代表的なものを6つご紹介をしていこうと思います。彼がどう思うがね、また関係ないと。私は私の道を行くんだ、私は私の自分軸をね、作るんだ、そういうふうにね、まずこう自分の心を整えたいというふうにお考えの方は、こういうセミナーをやらせていただいています。あなたの心の奥底にある本当の自分をね、どうやって見つけていくかみたいなお話、こちらに画像が出ていて、日程とか場所は下の概要欄説明欄に出ていますので、そちらをねご参照していただくか、こちらにも同様のリンクが出ていますので、こちらからね飛んでいただくといいと思います。2日間の割と本格的なセミナーで、僕が2日ともご一緒させていただくものなので、まあ、お越しいただくとね、まあ、いろいろ僕に聞いていただくこともできますので、こういうのにもね、まあ、ご参加いただくのもいいと思いますが、今日は男性側の視点ということで、まあ、女性に対してね、やっぱりずっと一緒にいたいな、その場その瞬間ただ好きだというだけじゃなくて、この先も彼女とは共に過ごしていく価値がある、そのために彼女に対してね、態度や行動で見せていこう、そんな時にどんな態度や行動を見せるのか、そんなお話を6つのポイントでご紹介をしていこうと思っています。もちろんここでご紹介差し上げる話というのはあくまでも代表的なものなので、個別具体的に見ていけばね、当てはまるケースもあれば当てはまらないケースもあるでしょう、まあ、なので個別具体的な話については僕の個別セッションにお越しいただければ、あなたの状況や環境、そして心の状態をお伺いさせていただきながら、より実践的なアドバイスをさせていただいたり、問題解決が必要であれば問題解決のためのお手伝いをさせていただくこともできます。下の概要欄説明欄にこれもリンクが出ていますので、そちらの方からねホームページに飛んでいただくか、こちらにも同様のリンク出ています。こちらの方からホームページに飛んでいただいて、ご希望の日時ご入力いただいてお申し込みください。これはあのセミナーじゃなくて、あの1対1のマンツーでお話しさせていただくものなので、あなたのご都合に合わせてお申し込みくださいませ。ということで、今日は、男性がねずっと一緒にいたいと思う女性に対しては、まあこういう態度しちゃうよねという、お話、6つのポイントでいきたいと思います。代表的なものです。そのうちの1つ目はこちらです。はい、自分の日常、自分の世界をあなたに見せるということですよね。自分がどんな生き方や考え方をしているのか、日々どんな生活を送っているのかということをあなたにちゃんとお見せをしますよ。一つには自分のことを理解してほしい。俺ってこういうやつだからこんなやつでもいいっていうことをあなたに知ってほしいということですよね。それは彼の家、家の中、そういうことはね、もちろん家族構成というお話をね、する場合もあるし、まあ彼が行きつけの店にね、あなたをご案内していくこともあるでしょう。男の人ってね、割とこう自分の世界ってすごく大事にしているから、他人を入れるのって結構嫌なんですよね。もちろん人にはよりますけど、誰彼かまずね入れる人もいるが、ただ多くの場合はね、やっぱりこう自分の居場所ってね、自分だけのものにしておきたいじゃないですか。そこに誰かを入れるっていうことはやっぱりよっぽどのことなので、それは自分の友達に合わせるっていうこともそうかもしれないし、自分の趣味、そういったものをねあなたに知ってもらう。例えば彼がカメラを撮る人であれば、写真を撮る人であればね、一緒に撮影に行こうとか、彼がバイクに乗る人であれば、じゃあ一緒にバイク乗ってこうよとか、まあね、美術館巡りをする人であれば、じゃあ一緒に美術館行かないかというような話をして、まず俺ってこんなやつなんで、これを理解してよね、お願いだからっていうことをあなたに知らしめるのと同時に、僕はあなたを受け入れる用意がありますよ。俺こういう世界の中だけど、あなたよかったら入ってきてくれる？入ってこれるかどうか判断してよ。そんなことをあなたに対して、まあ、提示しているというかね、まあ、提案している。それはすなわち、今この瞬間だけね、楽しめればいいだけの人だったら、そんな面倒くさいことする必要ないし、そんなこと理解してほしいとも思わなくて、まあ上っ面の感じでねお話しすれば、その場その時楽しければいいだけの話なんだけど、わざわざ自分の世界に入れる、先ほど申し上げたように、ちょっとねこう男にとっては抵抗感になる。まあ女性もね、やっぱり自分の世界に誰かを入れるってちょっと嫌だなって思う人もいると思うんですよね。そこに誰かを入れるってことはよっぽどの人じゃないとないと思うんです。それは男性も同じで、あなたがそこに入ってきてもいいよっていうふうに、また入ってきておくれっていうふうに彼が言っているというのであるならば、その関係っていうのを、まあ、今後もね大事にしていきたいと思っているケースもありますと。ただね、これ問題は自分からそれを積極的にする人もいるし、自分からはわざわざそういうことをしないとか、
言わない人もいるから、判断の基準としてはあなたがそれを求めた時にあいいですよとかあなたがそれを聞いた時にあ俺こうなんだよということを答えてくれるかどうかというところをお考えになった方がいいのかもしれません。いやこういうこと聞いたらちょっと失礼かなとか、こういうこと聞いたらすごく嫌がるんじゃないかなというふうに、まあ、思うかもしれないけどそれ聞いてさ嫌がるような人だったらあなたのこと好きじゃないからそれはそれでねもう残念だけどしょうがないなというふうに思えばいいだけの話だし、嘘をついたりはぐらかしたりするような人であるならば、まあ、そもそもねそういう人だから関わりを持たなければいいだけの話、先日ねこんなお話を差し上げました。大事な話でね嘘をつくような人ってのはそもそも彼がいいとか悪いとかじゃなくてもうあなたの方からお別れをした方がいいというお話ね、こちらに画像が出ていてこちらにリンク先もあるから、まあ、このあたりちょっと見ていただくのと合わせて、彼があなたに対してね自分の世界自分の生活を見せるそして話す、自分からそうしなくてもあなたが聞けば答えてくれる、受け入れてくれる、そりゃさ長く一緒にいたいと思ってなきゃそんなことはしないので、まあ、そういうことなんだろうなというふうに思っていただいていいと思います。そして2番目はこちらです。はい、習慣を歩み寄ってくれているならばあなたと一緒にいたいと彼は思っていますよねという話、男の人の多くはねみんながみんなそうじゃないかもしれませんが、大体自分のルーティーンって大好きなんですよね。で、それは女性が思う男性のルーティーンと男性が実際に過ごしているルーティーンってこれ重さが全然違っていてね、男の人って基本的にはやっぱ変えたくないんですよね。変えることが嫌なんです。今日と同じ明日、明日と同じ明後日、今年と同じ来年、再来年、5年後、10年後をみんなね考えているんですよね。まあ実際はそんなことないんだけど、ただそうありたいということを思っている。にもかかわらずあなたと一緒にいたいからがために自分のそのパターンを変えていく。まあ自分一人で生きていくんだったらさそれ何も変えなくてもいいんだけど、でも実際にね自分が好きで愛していてそして一緒に過ごしたいなと思う人がいてその人と同じ時間を過ごすからには完全に自分のことばかり優先するわけにはいかないじゃないですか。どっかでね自分を変えていかなければいけないし、どっかで歩み寄っていかなければいけない。その歩み寄りをね見せてくれているかどうか、もちろん絶対にね譲れられない何かというのがあるんであればそれはそれで守ってもらえればいい。ただそれ以外のことに関してね多少ここは譲ってもいいよねということに関して譲ってくれているならばそれはあなたのこと好きよねと。例えば彼はね、週末はなんか地元の草サッカーかなんかに入っていて、もうそれが生活にとって彼にとってはものすごく大事なことで、その草サッカーに行くかどうかが自分の人生をね大きく左右するっていうような話であれば、それは草サッカーやっててくれ、週末はね。その代わり、まあ毎週の、そうね、まあ月曜日とか水曜日とか、まあ週に2日ぐらいはご飯食べ行こうよとか、それに関してね歩み寄ってくれるかどうか、それは毎日ね9時5時で帰って家で寝なきゃいけないっていうそのあなたの習慣もあるだろうけど。まあ、私と一緒にご飯食べる時間っていうのもその習慣の中に取り入れていった時に、あ、じゃあそれだったら、ねまあ、僕もできる範囲のことだからやりますよというふうに言ってくれるかどうか。先のことなんか考えないでさ、今この瞬間だけ楽しくなればよくて、まあ、なんとなくね、まあ、その場だけの恋愛みたいなお話なのであるならば、わざわざ自分の生活習慣変えないで本当に隙間時間で、まあ、余裕がある中でね遊べばいいだけの話なんだけど、そうじゃなくてやっぱり今後のことってことを考えていったらやっぱりどっかで歩み寄っていかなければいけないわけで、その歩み寄りをねちゃんと見せてくれているならばあなたのことが相当好きじゃないですか。逆に言うとだから全くそういうの歩み寄り見せないで、いや俺はこういう人間だからなんだよなんか変えなきゃいけないの、変わる余地なんか全くありませんみたいな人だったら、まあ面倒くさいからねとっととお別れをした方がいいし、そうじゃなくて、まあ、君のためにこういうふうに生活パターン変えていくよということを言葉で言わなくても態度としてね見せてくれているならば、それはあなたのことが好きだし、まあ、この先もね一緒にいたいなっていうふうに考えているというふうに思っていただいていいと思います。さあそして3番目はこちらですね。はい、決断を伴う行動ですよね。決断を伴う行動とは何か、これはもう後戻りができないぞという行動を彼がしているかどうかですよね。後戻りはまあ実際にはできるんだけど、後戻りするのは結構大変だよねということはもうね決めて立つ前に進むしかなくなってしまうようなことを彼がやっているんであるならば、あなたのためにね、それはさもう腹決めたというふうに思っていただいていいんじゃないですか。例えば、ね、あなたのために家を買うとか、まあ共有名義で家を買うとかね、まあ給料何ヶ月分も払ってさあなたのために指輪を買うとか、あなたのご両親ともうね会ってしまう、もう両家でね、両家の両親が集まってみんなでご飯食べるわ、一緒に住み始めるわみたいなね、
ことをやっちゃうということは、まあそういうことじゃないですかっていうか、そういう気持ちがなければそういうことをしないよね、普通はね。しかもそれってひっくり返すの結構大変だからね。まあだからある程度もう決めて、彼女と一緒にいようというふうに、まあ思ったからこそそういうことをするんだよねと。ただまあその度合いはね、いろいろあると思います。だから今みたいにさ、もう完全に相手のね、また自分のというか、両家の家族が集まってみたいな話になっちゃえば、それはもう完全にそうでしょうと。ただまあもうちょっと手前のところでもさ、まあなんでしょうね、こう結構大きめのお金をかけたとか、まあ結構な労力をかけて、まあやりましたとか、まあ例えばあなたのために今の職場がね、すごく遠いところだから、まあ近いところに転職をして、まあ一緒に通えるようにしましたとか、家を近くにしましたとか、まあ、なかなかそこまでやったら結構後々大変だよね。そこに行くのに結構な負担がかかってるねということをやるということは、そりゃその場しのぎというか、まあなんとなくね、あなたの目の前でいい格好しいでやってるということよりは、彼自身がちゃんとあなたとのことを考えてそういうことをやってるんじゃないですか。だから本気でね、まあ好きなお相手に対して男性はね、まあ結構な代償をね、払ってしまう。それは意図せず勢いでやってしまう場合もあったりするんだけど、こちらにその時の画像が出ていてね、こちらにリンク先も出てますけど、まあ意図せず、まあ勢いでということはあるんだけども、その行動自体はね、勢いかもしれないが、あなたに対する気持ちとしてはそれはやっぱり揺るぎないというか、変わりないというか、今後もね、やっぱりずっとその思いを持ち続けていきたい、まあ自分は持ち続けていられる、だからそういう決断をするわけで、そういう行動をね、あなたに見せて、俺は君と一緒にいたいんだという態度を示しているんで、まあそういうもんだなというふうに、まあ、これは素直に思っていいんじゃないですかというお話でした。さあ、そして4番目ですね。はい、将来についてね、話をしてくれるっていうことですね。まあ、この将来っていうのも、まあ割と曖昧で微妙だったりはするんだけども、未来のことを話をするということは、少なからずその未来に対してはあなたの存在がそこにあるというね、前提で話をしているわけだから、まあ2、3年後には最初に海外旅行行きたいよねっていうことをもし言ってるならば、まあ2、3年後は少なからずね、一緒にいるわけだし、まあ年取ってもね、こうやって仲良くいたいよねっていうふうに彼は言ってるっていうことは、年取っても一緒にいたいよねっていうことを言ってるんじゃないですか。ただそれははっきりとね、あなたに対する愛情表現として言ってるかということというよりは、まあなんとなく彼の頭の中にはあなたという存在があって、で別にそれをなんかね、プロポーズを遠回しに言ってるかっていうと、そういうことじゃなくて、なんとなく頭の中にイメージにあることをそのままポツンポツンとこう言ってるだけではあるんだけど、でも少なくともその時点では、未来の彼の未来像の中にあなたという存在があるわけで、それはだからそんな遠い話じゃなくてもさ、じゃあ来月はここ行こうねとか、まあね、来年はここ行こうねとか、まあ年末年始はこういう過ごし方しようねって言ってる、そのこの時期という、その時期までは少なからずあなたの存在があるということで、まあ先のことを考えているよねというふうに考えていただいていいと思います。だからね、それがイコール今言ったようにあなたに対するプロポーズなのかっていうと、そこまでは考えていないと思います。ただ、あなたと一緒にいたいなという思いは自然に持っていて、しかも割とね、こう無意識のレベルであなたが完全に彼の生活習慣の中に入るぐらい彼は思っていないとそういうこと言わないので、まあ実際にあなたとの関係というのも、まあ、それぐらい真剣に考えているというふうに、真剣に考えているというよりも、もうごくごく自然にね、彼の頭の中に組み込まれていて、あなたの存在がそこにあるということなので、あなたのことを好きよねというふうに思っていただいていいと思います。さあ、そして5番目です。はい、共有するものが増えるんですよね。共有するもの、これは実質的なもの、彼が大切に思っているものをあなたに預けてくれるとか託してくれるということもそうでしょう。また、2人で何かをね、買おうとか、2人で何かを体験しようとか、2人で共有できる何かっていうのがどん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 増えていく。またあなたが大事に思っているものや大切にしているものを彼が預かってくれたりとか、まあ、2人のものという認識のものがどん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 増えていく時というのは、彼はだからね、すぐ別れようと思っている人にそういう何かを託したりとか、一緒に何かを持ったりすることがあるかしたら、それ
で、これはあなたもそうだと思うんですけど、すぐ別れる前提でそんなことはしないわけで、そういうふうに思ってるということは、彼はあなたを信じているし、少なからず彼女は俺の元から去っていかないだろうし、俺も彼女の元から去っていかないよ、この二人の関係ってこの先も長く続くよね、という前提でね、そういうことをしてるわけですよね。まあだから彼にとって大切なものっていうのは、それはまあいろいろあると思います。それは何かね、こうお家の鍵だとかね、まあ、預金通帳だとか、まあ、会社のハンコだとかいろいろあるんだけど、そういうものをあなたにね、ちょっと悪いけど持っててくれるってことを預けることが増えたりとか、まあさっきもちらっとね、どっかでも言ったように、まあ、2人で、一緒にね、こう、まあ、お部屋を借りましょうとか、まあ、2人の名義でね、車を買いましょうとか、まあ、2人お金出し合って車を買いましょうとかね、まあ、そういうことをしてくれるっていうことは、まあそういうことじゃないですかと。ただまあこれはね、先のことを考えると、万が一別れちゃった時のことを考えたりするとね、どっかでちゃんと線を引いておかないと、まあ後々ややこしいことになるから、まあ、頭の中ではね、ちょっとこの部分に関しては彼がいくら出しておいて、私はこれいくら出してるか、これは彼の預かり物でこれは返さなきゃいけないっつってってことは、まあ、どっかで線を引いておきながらも、ただ彼がね、なし崩しじゃないんだけど、ちゃんとあなたのことを信じてくれていて、そして、あなたも彼を信じていて、お互いの共有するものっていうのはだんだんこう増えていってるなっていうような状態なのであるならば、まあ彼はこの先もね、別れたいなとは思っていないし、ずっと一緒にいたいと思ってるというふうに思っていただいていいと思います。でも線はどっかで引いておいた方がいいよね、という、まあそういうお話でした。さあ、そして最後6番目です。はい、まあ実はこれが一番多いかもしれないですけどね、特に何もしない、特に何も変化がない、特に何も変わっていない、しかしここにいる、一体どういうことだっていうふうに思うかもしれませんが、いや俺はお前と一緒にいたいからここにいるんだ、というね、まあ、そういう話なんです。まあ何もしないからこの人ね、いつか別れようと思ってるんじゃないかなっていうふうに思うかもしれないし、いや何も考えてないんじゃないかなっていうふうに思うかもしれませんが、いや考えてるは考えてないんですよ。で別に別れるなんて全く思ってないんです。いや今は一緒にいるんだからいいじゃんそれで、っていうふうに考えてるし、ちょっとこの先も一緒にいようよ、なんか問題あんのっていうぐらいしか思っていないから、まあ彼がね、あからさまにこう別れをちらつかせてるとか、あからさまにね、あなたに対する気持ちが冷めてますよねとか、あとあなたがね、彼に対してちょっと極端にはもう無理っていうことを言ってるとか、そういうことじゃなければ、まあ彼としても別に今の関係に対して不満を感じていないわけだから、この先もね、一緒にいたいなっていうふうに思ってるだけなんですよね。まあだったらあとはね、あなたの方から、まああなたがね、こういうふうにしたいんだっていう思いがあるならば、それを彼に伝えてあげると、もう彼は、はい、なんていうか、もう分かりますね、あ、はいっていうふうに言うので、まあじゃあ一緒に住みましょうとか、じゃあね、この関係をもうちょっとこうしていくために、まあなんかね、2人でこういうことやりませんかとか言うと、まあ彼は大体あ、はいっていうふうに言うので、まあそのあたりちょっとあなたの方がね、少しナビゲートしてあげるぐらいのつもりになって、まあ話をしてあげると、まあ彼はそれに乗っかってきますから、何も彼がしないからとか、何も言わないから愛情がないんじゃないかとか、先のこと考えてないんじゃないかじゃなくて、何もしないということはその状態をこの先も続けていきたいんだというふうに思ってるというふうに思っていただいていいと思います。ただ完全にね、彼がちょっと気持ち冷めてますよねとか、一方であなたに対してね、より積極的にこう愛情を注いでますよねみたいな話っていうのは、まあ、何もしないということでね、分かりづらかったりするんだけど、イコールそれはね、あなたに対する愛情の表れだったりするっていう話もね、してるし、一方で愛情が冷めてる表れでもあるっていう話もね、こういうところでしてるんで、こちらに画像があって、こちらにリンク先も出てるから、まあ、この辺りをね、ちょっと見ていただきながら、彼が何もしないし何も変わっていないから、うわーってこう不安になるのではなくて、あ、別れるとは言ってないからまあいいんかということで、開き直ってね、まあ、信じて委ねて手放してあげると、まあ、結果関係はね、そのままずっと長続きしますよね、という、そんなお話でした。ということで、全6項目をご紹介を差し上げています。まあ先のことはね、正直言って分かんないですよ。今はね、彼はあなたと長く一緒にいたいとそう思っているけども、また時間が経てばね、変わるかもしれないし、彼がそう思っていたとしても、あなたがね、他に好きな男ができて、いや別に私あなたと長く一緒にいたくないからっつってね、関係終わってしまうこともある。こればっかりはね、しょうがないですよ。それはお互い様だから。ただ今の時点でね、あなたも彼と一緒にいたいと思っていて、彼もそう思っているということは、こういう態度で分かるのであるならば、まあ、あとはそれを信じて委ねて手放して、まあ、いい関係作っていければ、結果ね、まあ本当に結ばれるかね、ダメになるか分かんないけど、ただ一緒にいる間にね、なんかいらんストレス感じたいとかさ、不安や心配を抱えてね、まあ、火のないところに煙を立てて大火災を起こすよりは、
まあ、お互い穏やかでいられるんじゃないですかねということで、まあ、参考にしていただけるようであれば参考にしてみてください。現場からは以上です。